옛 일본의 정치를 간직한 전통의 술도가 츠보다 도쿠에이 쇼텐. 우츠와 創業가 1675년에 この場所、京都伏見の下鳥羽という場所なんですけども、その場所で創業しまして、現在私で今14代目になりました。だからまあ伏見の中では、まあ、本当に最も古い蔵の一つになりまして、そんなもう300、150年の歴史の蔵です。소박한느낌의가게내부는일본의전설적영화감독인오즈야스지로가촬영지로삼았을정도로향수를불러일으키는옛모습을그대로간직하고있었습니다다음요시에는이렇게말씀드렸는데진짜こんなに背の高いお米を作ってるんですよ。これ京都の祝い、はい、祝いっていうお米ですけども、祝いっていう。あ、祝い。はい。저희가식용하는거는이정도인데술만드는건이정도고요이거직접재배하는벼라고하네요이렇게만들어지는츠보다술도가이술은어떤맛으로손님들의애정을받아왔을까요14代、350年続いてきた中には、やはり、酒造りって言いますと、ちょうど実は今現在うちがこうやって長く続けてこられた中には50年前に実は日本酒で初めてスパークリングの濁り酒というものを作ったのが最初でしたりあとは古酒を持ってるんですがそれも同じく今年で50年になりますだからそういう少し特殊なものを作ってきたもんですからそれで他実はこの2キロ四方の中に50のごめんなさい24の蔵があるんですけどもその24の蔵の中でもすごいちょっと実は特殊な、蔵でございまして、だからそういうな特殊なものを作ってたから、今現在残ってるんじゃないかなというふうには思っています。